こんばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは。なんとなんと。なんとなんと今日は。松達さん、くもありがとうございます。なんとなんと今日は。待ってね。なんとなんと。なんか落ちた。こんばんは。そう。なんか昨日浴衣配信やろうかなーって、やろうかなーって、いつかやろうかなーって言ったら、みんなが明日って。そう、浴衣ピンクじゃないんですよ、しかも。で、お母さんが作ったんだって、この浴衣。そう、じゃけん明日って言ったから、今日してみました。お祭りじゃないよ。お祭りじゃないけど、そう、お母さんの手作りらしい。後ろのカーテン浴衣にすればよかった。え、やだ。髪飾りも可愛い。マジ？ピンク。帯もピンクなんですけどね。やっさ祭り来た。三原だ。三原だ。岩手 行きたい。こんばんは。握手会はさすがにですよ。 マザー、ミルキーに似てる。え、似てない似てない。嬉しい。カノンの浴衣と結構似てる。本当ですか？そう、お母さんが作ったって。マイマザーが。花飾り。お母さん推し。あさって初めてみちに会いに行きます。お、握手会だ。イエーイ。りんご飴いいね。金魚すくい。 お化け屋敷はやだ。徳島新聞のメッセージ見た。あらら、
よしこさんハートありがとうございます。ハートありがとうございます。受験生だから受かったら楽しくね、待ってます。ごめんね、NHK 見れなかった。うん、ブログいつも見てる。嬉しい、ありがとうございます。さやぴょんさん、やっと今日誕生日。お、めんだこさん、めんだこさん、いきまーす。めんだこさん、めんだこさん、めんだこさん、浴衣にセンス。そう、ブログ毎回見てるよ。さきさんありがとうございます。めんだこさん、いいこと考えた。STA の足暫定だけど、カホタルマエハちゃん、私ありがとうございます。ファカトムさん、いいこと考えたと、あのその人のあれをうんさんありがとう。ほのたんみ三京丸さん、初見です。ほのたんから名前は聞いてるけどありがとう。とろみち大好き、私も行くと言えばプンさんタワーありがとうございます。プンさんタワーありがとうございます。待って、めんだこさん、その人のキャラクター作ることにする。今日からモーセに読んでもらって、後継、いやいや後継じゃなく公平だ。めっちゃ嬉しい、お誕生日おめでとう。大臣さんお疲れ様です。よ、欅坂の配信がコメント流れ早すぎて思った。今日見たんですけどめっちゃ早かった。あのね、あのなんだっけあれしてるけど、今オーディション千穂ちゃんがティフ再現ライブやってた。見た見た見たよ、大声ダイヤモンドの時に見た。誕生日になったら帰ってくれるの。うん、誕生日過ぎてたね。うん、そういうの見ると懐かしいですか。ん、どういうことだ。待ってね、待ってね、はい、めんだこさんハッピーバースデー。めんだこから明太子を想像して、昨日からずっとやってる？やってないよ。大声ダイヤモンドオーディションで歌ってたね。うん、みちのダンス配信、ふんふん、ハッピーターン。ココアとクーカちゃんが今日一緒に踊ってた。そうなん、見てないわそれは。結構見るんですけどね、今日だっけ昨日だっけ、まえはちゃんの配信見た。あのなんだっけ、プリン作っとった、モサルのジョージの。ロッテリア
島根店さんありがとうございます。ご飯食べに行ったんですね。浴衣姿をスクショして待ち受けにしていいですか。いいでしょ。入らん全部。お団子してるんですけどね。こんばんは。ローソンで未知のポスターあるから。え、そうなんか。私映ってますかそれ。プンさんプンさん。プンさんプンさん。欅の候補生レベル高くて疲れた疲れた。うん。今日はちょっと和風っぽくしよう。和風路線。安文さん新潟から見てます。ありがとうございます。生まれた声で言われると帯は違う。背中のチーパー。そう結構配信見とる。まいはちゃんのね面白かった。君を抱きしめた。今日手紙送ったありがとうございます。今トロちゃん料理配信。おお、ゆりちゃんと似とるって言われたことある。めっちゃ言われる。もうめっちゃ言われる。リフの大声で好きって叫んだの楽しかったね。お祭り行ったら何したい。何したいじゃろ。何したいじゃろ。お祭り行ったら。でも箸巻きは絶対食べる。トロブさん彼女感強くて僕には刺激が。そうですよね。トロブさん可愛いもんね。よかったね選抜メンバーで。はい。よかったです。ラーメン好きですか。ラーメン好きです。オム配信。てててるるるん。たくまさんおひさありがとうございます。シリアルをお皿にぶちまけ。そう箸巻きを。箸巻きってあれなんですよね。箸巻きか。箸巻きは何西日本限定らしくて、だから東京の方とか知らないらしい。スーさんさんくもありがとうございます。そうお好み焼きを巻いたようなやつ。箸巻きね。なんていうんか分からんけど箸巻きなんか粉もんね。粉もんいい。なんか割り箸にお好み焼きがくるまってへばりついてるやつ。いくら300円とかでトッピングにチーズとか青のりとか卵とか
キムチとかあるんですけど、私はいつもキムチ食べて、そう、美味しいんですよ、めっちゃ。あとは何食べるじゃろう。また勉強になります、ありがとうございます。みんさんタワーありがとうございました。今村さんに箸巻きにされたいどういうことや。エビせん、あ、いいな、トロちゃんのオムライス食べたい。今泉ちゃんに似てる、誰が。電車の中だから画面恥ずかしくて映せないの、つらすぎる。ありがとうございました。どういうこと。トロちゃんって呼んでるの。うん、トロブさんって言ってる。トロブさんって呼んでます。電車の中でも堂々とニヤニヤキッタンさん、 ST の道、初めまして。今日の髪型、そう、君は適切だから、 Yes、 早起きが苦手なんだろう。トウカさんとか毎年行っとる。トウカさんは今年行ってない。でもユリブいいね。大丈夫、落ち着いて、間に合うよ。汽車、島根は汽車なのか。マサさんありがとう。ともちゃんさん、とろろ同期だからそのうちさん付けしなくなる。いや、もうめっちゃ仲いいんですよ。あの、一番って言えるぐらい仲いいんですけど。でもトロブさん、逆にトロブさん、お風呂上がりにそのままの姿で見てます。へへ、生で見たことない。ジッパートーマさん、初見です、ありがとうございます。チャチャチャララララ、そう、昨日のね、見に行ったよ、こっこの配信。めっちゃそう、私があのコメントしたら、コッコは全部返してくれるから、怒られた、他のファンの方に。コッコファンの方になんか、みちは全部返してもらえるからいいなって言われて、じゃあすぐ寝ました。その後トラちゃんの配信止まったけど見に来ました、ありがとうございます。逆にね、自分も仲いい友達さん付けですよね。公式7色だと紫ないんで12色ペンライト買ったよ、ありがとうございます。みちゅ初期初期幼稚園で飲み会、いいね、いいな、飲み会。同い年は誰。同い年はほのたんと、同い年ほのたん、塩井ひな子ちゃん、まひなちゃん、まひなちゃん違うっけ。ね高3ね、誰じゃろな、みんなの年齢が分かんない。逆にトロブさん、いい響きですよね。
他にさん付けで呼ぶメンバーおらんかも。初見です。今月広島に行くんですが、おすすめスポット、宮島とか宮島、ベタベタですよね。宮島、尾道とか有名ですよね。何やさ祭り来たことある？うん、ゆりちゃんもジッパー歌いながら配信してた。え、マジ？そう、さっきトロブさんと、さっきトロブさんとね、やったんですよ。やったっていうか話しとって、ジッパーの話を。じゃけ多分頭に2人ともジッパーが流れてる。嫉妬で偽物の道湧いちゃってた。え、本当ですか？面白い。あ、モンタさんこんにちは。カナさんこんにちは。タイシンさん元気です。カズリンさんね、オムライス食べたい。ブルースさん、俺も道から今村さん今村さんで、リクと僕で飲み会2人なんだ。おかやんさん、ひなちゃん生で見てめっちゃ可愛かったね。そう、ひなちゃんの、あ、ひなちゃんとあれでした、同じホテル、同じ部屋だった、2人だった。あ、ももなちゃんか、角田ももなちゃんもんだよね。クリオンさん久しぶり。ねねねチャチャチャララ、お願い背中のジーパー、ちょっと上げてちょうだい、甘えた子。うさぎ島知っとる。行きたい行きたいけど、友達がめっちゃなんかボロボロになって帰ってきたボロボロっていうか、なんかなんて言えばいい、傷だらけになって帰ってきとった。まひなちゃんも一緒か、やっぱ。デックさん何ですか？トロブさんも今村さんも好き、素敵です、ありがとうございます。今日はみちちゃん楽しい今日はゆうゆんさん、ありがとう。ゆうゆんさん、シリアルをお皿にぶちまけ。あ、クラゲさんお久しぶりです。遅れちゃいそうで、アクシデント中ね、ハマっとった。今もハマってますよ。鷺島行きましたよ、ほんまに。浴衣かわいい。今村美月のおかげでジッパーと青春感じさせてくれ、ラップタイム知れたどういうこと？高2は風飲だけ？わかんない、忘れてない。クラゲさん覚えてますよ、いつも楽しい祭りとか普通に行くの？うん、行く。 STA でジッパーやるとしたら3人誰選ぶ？誰じゃろう。 STA は未知のことしか知らんのだけど、三好におすすめのメンバー、トロブさん、小島子さん可愛いですよね。ミオさんも可愛い半分着替えたワンピース、きつ
付けはお母さんにしてもらいました。新しいのに。お一緒です、手拭いてた。お、クレヨンさん、そうなんじゃ。コッコで笑ってて面白い。ジッパーやるならスタイルいい子。ひーわたんさんもかわいい。同級生かと思ったらみちゃん謝れ。うん、春巻さんと今週末みちゃん連番したい。ほんまに、これは事故なんだ。どっちもどっちよっていいしら、こんなことが起きるなんて、注意してても叫んられない。ゆいりとろみちこっこでジッパー。そうてんやい、ここから先。そう、カプコね、なんか夏休みでないらしいです今。また今度話し合いだね。相変わらずみちのパパに見惚れてた。ほんまですか。だうひょう、くだぱんさん、瞑想中、ネルトンさん、欲しい。こんなことが起きるなんて。12日ボスに行っていいですか。うん、卵混ぜ中、いきなり休み。そう、くだぱんさん押してます。あっさーす。同い年ビンダトルブさんアパレル欲しい。あ、そうよ、そうよ、そう、ピンクじゃない。鼻筋さん、夏休みおめでとうございます。イエーイ、浴衣全身ね。有料プレゼント投げるんでごめんね。全然全然全然です。これから夜勤なので応援して。高木さん頑張れ。久しぶりにみちの歌365日聞きたい。朝の空を見上げて、今日という一日が、笑顔でいられるようにそっとお願いした。くだぱんさん同い年なんじゃん。まなちゃん、やっほー。ひらおさん、ハートありがとう。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いて。手紙送った、ありがとう。同い年になりたかった。やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだかどこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。
俺の前で歌って、オッケー。願い事の道草ね。昨日コックが歌っとったの聞いた。そう、おやすみって言った後にお母さんが見とって、まだで、なんかお母さんがコックが歌っとるって言ったけん、バーって見に行って、コメントはせんがったけど、歌をやめるかもしれんけん。そう、見たんですよ昨日、初めてかもしれん、コッコが歌っとる姿を見たの。そう、シリアルをお皿にぶち抜け遅れちゃいそうって叫んでる、池に落ちてくる。いってらっしゃい、週末からまた東京。そう、半分着替えたワンピース、慌ただしいもんにてれれ、土地の責任、人生の十字路で、あとぶつかった。あら、カープが負けちゃった。好きになっちゃうなんて、私勝手にツイッターで笑顔みちゅ vs 美人みちゅ載せてるんだけど、嫌だったら消す。全然大丈夫です。ジッパーが頭から離れなくなったそう、石野莉子ってまたアクター、うん、今村莉久、今村春樹、長添だ、今村ロッテリア、みちのことツイッターに書いてた。見たい。怪獣2号さん、ありがとうございます。長年ねるさん、生歌ありがとう。しゅういちろうさん、初見です、ありがとうございます。 STU48 の今村美月です。もしよろしければフォローをお願いします。今週末20くらい行きます。本当ですか？ミルキーの曲は名曲ね。優しくするようにキスして、神様がくれた贈り物、間違いじゃないの。ずフォローしました、ありがとうございます。ずいぶん久しぶりの気持ち、いいのかもね、ありがたいもの、いいのかもね、いただいちゃって、涼しくならなきゃ、恋恋恋できないから、まさか他に彼女いないでしょうね、ふたふたまた追かけられたりして。うんさん、ありがとう。まちたちさん、フォローありがとうございます。しゅういちろうさん、フォローありがとうございます。あかりんさん、フォローありがとうございます。しきしき幼稚園に触れられ、いや、なんか言いにくいので、しきしき幼稚園って
基本 DD ですが、みつきちゃんが1位になりました。ありがとうございます。レインボーさんこんばんは。そう、浴衣配信なんです。今日フォローボタンに変わしたそれ白くなってるくない？そう、演歌、演歌はこのところギターはやってない。デーブさんという有名眉ヨータの人がみちを激推し。え、ほんまに？めっちゃ嬉しい。ほんまですか？ほんまですかそれ？ほんまに？ほんまにほんまに？まゆゆさんファンの方が押してくれるの嬉しい。嬉しい。シリアルを眉じゃなくて私が。しきしき幼稚園って、しきしき幼稚園。アナウンサーぐらい滑舌良くなる。うん。ね、君は辛いね。名曲ですよね。あ、平尾さんお久しぶりだ。平尾さんお久しぶりだ。さきさんありがとうございます。勉強できない、わかる、超わかる、めっちゃわかる。やる気が出ないですよね。どうすればいいかわからんですよね。皆さんやる気が出ないときどうしてますか？こんばんは。まさか他に彼女。あ、みちのハモリうまい。じゃろ。前にみちが言ってた早口言葉。なんじゃろ。やらない。ギリギリまで引き伸ばす。私タイプだ。ドラクエ向けて宿題進んでる？進んでないの。進んでないんです。さっきが歌ってた。うん、さっきめっちゃうまい歌。やる気出ないときはみちのショールーム見てます。ほんまかいな。ずーずーしくならなきゃ、恋恋恋。コンビニ嫌いから、寝る。人たちの声、エナジーを飲むと。まさか他に彼女いないでしょうね。やる気が出ないときはミスの配信見て笑顔になります。ありがとうございます。クダパンさん好きすぎてほんまかいな。ほんまかいな。やる気が出るまで休む。広島の方ですか？広島の方です。やる気が出ないんです。でも今日と明日で頑張る。この画面良すぎる。まさか他に彼女。あずさちゃん髪もお母さん。髪飾り素敵ですね。でしょーん。タラタラ。勉強はする気だよ配信見てるから進まない。あら、じゃあ10時から頑張って。
船の上でやる気元気湧きあれだ、水曜日のダウンタウン、翼を生やすレッドブル、瀬戸内の声、ほんまかいのが可愛すぎたので本物のことを言うと嘘です嘘なの、浴衣ですよ。ドラクエ11やったけどクリアに時間めっちゃかかる。もうクリアしたんですか。誰かに見られてるとやる気出る。勉強配信でも、勉強配信したら私多分喋らんけんさ、喋らんけんさ、多分超つまらないですよ。トロちゃんとニマドで見てるけど、トロちゃん騒がしい、マジ？じゃあ騒がしくしよっかな。I watch from 広島。Please say good luck. Good luck. トロミツのリバダン、リバウチは？リバウチはって何？みちいちよしで続ける。りさこさんありがとうございます。スプラトゥーン、あ、やってみたいんよそれ。ひらおさん浴衣姿いずかみ嬉しい、スクショしたいな。でも音するらしいけん、私がスクショしたら。りのさんお久しぶり。ココアが握手会でファンとドラクエすれ違い配信を企画してるみたい。計画か、いいんかなそれ、いいんかな。なんか私、やりたい。私もなんか、私はさくらちゃん今宿題してる、えら頑張って宿題、なんだっけ、あ、そう、私は今ドラクエじゃなくてね、ドラクエはしてないんですけど、まだそう、あの飛び盛りのあのクイーンの冠が欲しくて頑張っとる。そう、飛び盛りであれしたい、すれ違い配信、すれ違い配信じゃないすれ違い配信じゃない、なんだっけ、すれ違い通信、なんだっけ、なんだっけ、ゲーム配信はゲーム会社の許可ないとまずい。そう思いました、私も。じゃけんそれはせんけど、握手会ですれ違いしていいんかな。ファンに会えてもらおうとしてる、そういう意味じゃない。じゃけん違う、私はあのハッピーホームアカデミーだっけ、であのいろんな方のあの部屋が見たいだけ。 See you tomorrow。 はい、すれ違い配信ダメじゃないか、すれ違いされたいよしこさんハートありがとうございます。マイクがめちゃめちゃ通ってる。ラー、とろみち太郎、とろみちが好きなの、とっとこ、とっとこみち太郎か全然関係ないけど、ユニゾンのせいで白のストラトキャスター、そうわかる。でもあれ30万40万するんですよ、同じやつ買おうとしたら。高い。ハッピーホームアカデミーとかめっちゃ響き懐かしい。そうそうよねフル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 は LINE やん。ビルシャナッチさん、おお久しぶりだ。よしさん初見です、ありがとうございます。 STU48 の今村美月です、お願いします。ビルシャナッチさんお久しぶりや。動物の森やってます、ぐ断捨離しちゃうそう、やりたい、すれ違いやっていいんかな、やりたい。トロちゃんのオムライスすごいことになった、マジ？見たい見たい、
僕も久しぶりやね。やりたくないさ、久しぶりじゃないよ。そんなに。僕はアイバニーズ。アイバニーズ。私もアイバニーズ。すれ違い配信。すれ違い通信。ん？すれ違い。昨日も来たわ。じゃろ？アトリエ Z、そうじゃ。つぶきち、まめきち、あ、かわいいよね。え、いいんかな。ギターのストラップだけはソロ。あら、これ一緒。アイバニーズ。浴衣でギター。いいんかな。やりたい、めっちゃ。本当に。浴衣ギターでホワイトベリーみたいな格好に。チャ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 。黒板さん、ひろさんに誘われて初めて見に来ました。ありがとうございます。見に来てくださって。ねえ、名曲いろいろ歌いたいけどさ、歌えんのがつらい。テンションが高い。急にゾンの新曲リリース。そうよ、和風くんにギター。ジェンちゃん似合ってます、ありがとうございます。前しか向かねえ最後くらいは。アイバニーズ、偉い人に聞くしかない。え、みんな 3DS 持ってきてくださるんですか。アンプつながないの。これね、エレアコだからつながなくてもいけます。CDS 持ってない人がいっぱいあるんか。あのね、新しいね 2DS っていうやつでね、でね、なんか白とオレンジのやつだったらね、トロブさんと私とお揃いですよ。充電しなきゃ。なくしたんですか、大変。一番推しが密になりそうな気がしてきた。ほんまに。でもグラパンさんね、アットマークの後すぐ変えるけん。 DS ちょうだい。いいよいいよ。ギターでしましょうかい、しましょうかい。広島の島、因島。江田島。3DS なら常に持ち歩いてます。偉いじゃない。偉くないわ。偉くも偉くなくもない。明日売り切れる。ほんまかいな。赤黒ないんですよ。はーちゃんの方が上手いギター。私全然弾けないから。ひろさん吠えてる。そう、チップが、お父さん帰ってきてチップが吠えた。お揃いにしていいんですか。全然全然。 2DS の白とオレンジ版。アットマークの後まで覚えてるんだ。いや、昨日
コメントで福田パンさんがなんか配信見に行くたびに帰るよって言ったんだっけ。リクさんギター芸人ギター芸人になろうかな。服売って 2DS ギター侍面白いよね。大久野島畑ヨークさんね。猫島えらくもない、間違えた。春巻さんふふ犬島と江戸島しか、そうそう、宮島カラカラ山さんやってましたよ。お父さんめっちゃ好かれとる。ギターのヘッド赤と黒はなくて白とオレンジか黒と水色だった。はい、ギターどれぐらい弾いてる。全然白とオランゲ、そうそう、そう、携帯の、まああとちょっとじゃけいっか。白とオランゲです。あたた島ギターアイバニーズです。みんな島さんは、美味しそう。あとなんかそうあれ何なんか相談配信がしたくて、1個目の相談が課題のやる気が出なくて困ってるだったんですけど、さっきやったから。なんか2個目が江田島ね、2個目があのね、あの私の部屋のエアコンからなんか雨が降ってくるんですよ。なんか水が落ちてきて雨が降ってくるんです。水漏れやばいよね。やっぱ氷にならん、氷にはならんけど、なんかめっちゃ水が降ってきて、でなんかあのエアコン勉強机だから、勉強机にあの紙の課題を置いてたんですよ。なんか冊子、紙の冊子みたいな課題を置いてたら、なんかエアコンつけとったらびしょびしょになったって。びしょびしょ、あの雨に濡れた跡みたいな、あのふやふやになっとってやばいってなった。ダスキン排水溝が詰まってる。雨、そう、雨がよだれ垂らしてる。一緒じゃん、電気屋呼んで漏電。え、広島市内全部燃えるんですか、私の私の部屋のせいで。ほんまに。ゆいちゃんさん、やっほー、ほんまに手紙にエアコン添えて送っておきますそう、エアコンじゃけんさ、エアコンさ、つけるか迷うんですよね、いつもでけ雨降ってくるけ。ほんまに、ほんまに燃えるん。今日のみちの彼女感すごい。ほんまですか、エアコンの緑、エアコンが鳴いてる
僕の部屋エアコンないんですよ、みち買ってくれん。買わんわ。エアコンの縁にティッシュ置く。ほうほう。新しいエアコン事務所に送っておく。すごい。3割の人が経験してる。そうなんですか。え、あと3分？やば。ほんまに？エアコン壊れたんですか。私も壊れるかな、いつか。13位直木クロードさん、12位ソウさん、11位やりたくないさん、10位マフェリアスさん、9位アモズさん、8位カラフルメリーさん、7位コータンさん、6位フクさん、5位マモルンさん、4位モモディエンドさん、3位スーさんさん、2位マチタチさん、1位プンさん、ありがとうございました。はいや、エアコン使わなければいいんだ、熱中症ね、ほんまに。あと3分だって。水が出てる時点でそのエアコン壊れてると、どうしよう。今日誕生日の人がいてよかったね。はーい、ありがとうございました。バイバーイ。今何時？ひろうさん本当に可愛い、嬉しい、ありがとうございます。ひろうさん、ひろうさんも可愛いですよ。可愛い、ありがとう。よ弱す。フォロワーあと170人で5000人。おお、170人。マイマーイ。58分か。しきしき幼稚園。僕は僕はカラカラ山さん、かわいいよ、かわいいよ。疲れもん、バイバイ。来た後私。握手会来てくださーい、みんな。バイバイ、また明日できたら、また明日。バイバーイ。